どうも、Dチャンネルです。先日の放送で、タイのアラからスープを取って、タイラーメンというものを作ったんですが、こちら弱火でじっくり煮出した後のアラなんですけども、多分まだ旨味とか残ってるし、このまま捨てるのももったいないんで、今回はこれを圧力鍋でガンガン煮て、丸ごと食べれるアラに、まあ、ひょっとしたら形崩れるかもしれないんで、その時はそぼろにして食べてみたいと思います。というわけで登場しました殿下の宝刀圧力鍋。ここにタイのアラをバッて加えて移ってね、ここに適当に酒、みりん、砂糖、醤油を加えて、こっからひたひたになる程度の水を加えていきます。あんまり水が少ないと圧力かけた時に水分なくなって焦げ焦げになりますからね。噛んだ。もうすでにネギと一緒に火通してあるんで、このままいって大丈夫だと思うんですよ。なのでこの火をつけて、そうっすね、結構骨まで食べられるようになるのって時間かかるんで、3、40分ほど加圧していきたいと思います。果たして何回この圧力鍋から蒸気が出ている図を撮影しただろうか。さあ、あれからですね、加圧が終わりまして、確認したところ、ちょっとまだ骨硬そうだなって思ったんで、再び加圧して、そして冷ましてっていうのを繰り返して、計3回ほど加圧させました。果たしてタイのアラはどうなったでしょうか。オープン。まあこんな感じですね。いやーでもですね、蓋を開けるとタイのいい香りがするんですよね。他の魚にはない気品漂う香りといいますか。それじゃあですね、アラの方は取り出しまして、それで蓋を開けた状態で強火にかけて煮汁を煮詰めていきます。そんでとろみがつくまで煮詰めていって、これをタイの上にかけて完成です。というわけでできました、こちらタイのアラの甘辛煮でございます。まあぶっちゃけかなりごちゃっとした盛り付けですけども、ネギとかそういったのを加えずに、あくまでタイのアラのみで勝負してみました。もとい他のものを用意するのがめんどくさかっただけなんですけど、ただまあこれぐらいのタイの大きさなら、そうですね、計1時間近く加圧したんで丸ごといけると思うんですよね。それではいただきます。これは美味しい。なんですかね、タイって今が旬なんですかね。ものすごい脂が乗ってるんですよね。骨はもうホロホロってほどけて、肉の部分はしっかりと弾力があって、そんで頭の部分なんて多分脳の部分にも多分何かしらの内臓があるんですかね。肉と骨だけではない複雑な旨味があるんですよね。いや、やっぱ揚げ物もいいですけど、こうやって煮物にするのもいいですね。こんな感じで圧力鍋で丸ごと食べられる煮込みを作ってみてはいかがでしょうか。